みなさん、こんにちは。レクセニコーシの根本です。ここでは私が3月半ばから開講する、室内予想論点、ローラー大作戦について説明をしていこうと思います。この講座、まあ、名前通り、予想の講座になります。そして、その名前の通り、室内可能性が高い論点、それを、ローラーのように潰していく。それを目標にしています。 じゃあそのためにどういう手段を取るのかまず今年出るのか出ないのかそれを指摘していきます可能性が高いものを A ランクまずこれはないだろうという C ランクこれを指摘していきますでしかもそれは全ての科目全ての分野で行います具体的に言うとこちら昨年のレジュメの一部になります すべての科目、すべての分野について項目を立て、いつ出ているかを指摘し、そして今年出る可能性が高いのか低いのか、これをすべてについて指摘します。A と書いてあればしっかりやろう。C は後回しでいいだろう。このようにすることによって、メリハリをつけた学習が可能になるんです。 全てをやらなきゃいけないのは分かっています。でもやっぱり出る可能性が高いところからしっかりやる。これが効率的ですよね。じゃあその予想の高い低いというところなんですが、ここは山間は入れておりません。この試験、多くのものは周期性を持って出てきます。例えば有名なものは審査請求です。4年に1 はい、出てくるものですこういった周期性これを分析した上でここがそろそろ怖いぞとといったことを指摘していきますその上でどのような教材でやっていくのかといったら A ランクはこれだけでいいよといった教材にしています。具体的ににははこのの講座の教材には やるべき問題が載っております。どうとしの年のどの足をやればいいですか教材に載っているものをやってください。どの通れんやればいいですかこの教材に載っている問題だけやってください。やるべき問題をもう全部まとめてますので、学習、集中できます。そして、その問題及びその派生論点が 図表などでまとまっていますインプットとアウトプットが一冊でできるように構成していますそしてこの中には出てきたものがある過去問だけでなくまあ出てないよとといった密の論点ももちろんあります特別過去問等連ですが特に民法改正 過去問ってなかなか頼りづらいと思いますなのでこの過去問に頼れないところについてはオリジナル問題を多数掲載しておりますこの民法関係の問題のとしてもねこの講座は活用できますまた先ほどのメリハリの話なんですがすべての科目すべての分野でこのように入れてきますので改正知識がちょっと弱いという方 全部はやりたいけどちょっとこの部分はまあ A じゃないからちょっと後回しにしようこの改正はしっかりやろうこういった改正学習のメリハリにも使えますそしてこの講座を受講しながらどんな感じで勉強していけばいいのか4つの分野になっています。A ランク。 A ランクのミス論点 B ランクそして、まあ、可能性が低い C ランクまずこの講座は行われている期間3月から4月この間でしっかりやってほしいのが A ランクの基本の部分です A ランクの基本部分をまずしっかり押さえていきましょうできるだけ2回 最悪でも1回は基本論点を全部触れていきましょうそして4月半ばから5月半ばになったらこの A ランクをまた繰り返していく1回やってるから2回目3回目は早くなってきますここを黒くしながら他に派生していきましょう A ランクの密室部分そして B ランク部分まで手を広げていきましょう ちなみにこの B ランク部分なんですがこちらのレジュメの方 B ランクとは振ってはいるところがありますがところどころ B プラスと入れているところがありますここは B ランクの中でも特に優先してほしいという論点の部分ですお時間が取れる方は B ランク全部取りづらい方はまずは B プラスの方からやっていく それもありだと思います。そして5月半ばから本試験までの間はもう基本のところはできているので A ランクの密室、B ランクを潰していく。このように学習を進めていってください。これが私が担当する室内予想論点ローラー大作成の内容とこれを使った学習計画です。直前学習。 まだ方向性決まっていない方、ぜひご検討ください。こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。